どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。とうとう出ました、 ANA からですね、ペイサービスである ANA ペイがね開始になりましたということで、こちらの解説とですね、この動画ね撮影しているのが2020年の12月の10日なんですけども、本日のお昼過ぎぐらいにね各種報道機関からですね出た情報ということで、こちらは ANA からね正式に発表があったわけではないんですけども、2020年12月現在ですね、 ANA の上級会員のプログラムに関しては、搭乗に際してのですねプレミアムポイントを獲得して、それによってですねブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドといった感じでステータスがね付与されていくわけなんですけども、今後ですねこちらのプログラムがですね大幅に変更になるっていうね報道が出ましたので、こちらについてですね解説やっていきたいというふうに思います。でですね、 ANA Pay からですね今回の動画解説させていただきますので、 ANA の上級会員のプログラムについてのね話が見たいという方は動画の概要欄にですね目次つけておりますので、そちらね見ていただければなというふうに思います。それではですね ANA Pay からですね始めていきたいというふうに思います。 ANA Pay に関してはですね、入会費年会費無料でね利用できるペイサービスっていうふうになっておりまして、200円決済につき1マイルがねもらえるサービスっていうふうになっております。でですね、チャージして支払いするっていった形になっておりまして、このチャージに関してもですね ANA の JCB クレジットカードであればチャージした時もですねマイルがもらえるっていった形になっておりまして、 ANA JCB クレジットカードであれば20ドリがねできるっていった形になっているんですよね。でですね、決済システムに関しては JCB が提供しているスマートコードっていうねロゴマークがあるところであれば利用できるっていった形になっております。それでですね、まずはじめにキャンペーンの解説ですね。 ANA Pay デビューキャンペーンということで、新規で ANA Pay の会員登録とエントリーで500マイルが付与とダブルマイルキャンペーンというのがね開始っていう風になっております。こちらのキャンペーンの概要なんですけども、期間については2020年の12月10日から2021年の2月の28日までっていう風になっております。この500マイルがもらえるねキャンペーンに関してはエントリーが必須っていう風になっております。でですね、特典が2つね用意されているっていった形になっておりまして、今話させていただいた新規入会と ANA Pay ダウンロードで1人500マイルがねもらえるっていった形になっております。またですね、特典2ということで、本来ですね200円につき1マイルがねこの ANA Pay でね支払うとマイルがもらえるっていった形になるわけなんですけども、キャンペーン中は200円につき2マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。ですので通常のね ANA Pay の還元率は 0.5% なわけなんですけども、2021年の2月の28日まではダブルマイルということで還元率はね 1% っていう風になっております。でですね、上限は2500マイルまでっていう風になっております。こちらね逆算するとですね、対象支払い金額はね25万円決済までっていう風になっております。でですね、対象者の方は ANA マイレージクラブ会員全会員っていう風になっておりまして、マイル積算時期に関しては2021年の4月下旬っていう風になっております。でですね、ダブルマイルキャンペーン分はですね通常のマイルとは別にね2021年4月下旬にね付与されるという風になりますんで、通常マイルの付与時期っていうのはですね1ヶ月から2ヶ月後にねまとめて清算っていった形になりますんで、通常のねマイルとキャンペーンでもらうダブルマイルのね積算時期がね異なるっていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただけたらなというふうに思います。またですね、 ANA Pay に関しては通常はね200円につき1マイルっていった形になっておりまして、キャンペーン中はね200円につき2マイルがね付与されるわけなんですけども、こちらですね端数は切り捨てっていう風になりますんで、こちらどういうことかというと、199円で決済した場合はですねこちらマイルがもらえないっていった形になりますんで、少額決済をですね利用する際に関してはですね、普通に ANA のクレジットカードをね利用した方が還元率で取れるっていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなという風に思います。それでは次にですね、 ANA Pay の利用方法に関してなんですけども、 ANA のマイレージのアプリありますよね、こちらをアップデートする必要があるっていった形になっております。でですね、こちらから
新規登録をしていただいて利用していただくっていった形になっております。でですね、新規登録方法に関してなんですけども、そこまで難しくないかなというふうに思いますので、ここはね割愛させていただきたいなというふうに思います。それですね、 ANA Pay の還元率についてね話していきたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA Pay はですね、チャージに対してマイルがもらえる、またですね、支払いに対してマイルがもらえるっていった形になっておりまして、 ANA GCB クレジットカードでチャージしてですね、 ANA Pay でね支払いした場合をですねまとめるとこんな感じになっております。一般カード、ゴールドカード、プラチナカードっていう感じで種類がねあるわけなんですけども、カードのですね種類によって還元率がね異なるっていった形になっております。ですので ANA JCB クレジットカードの一般カードで ANA Pay にチャージして利用した場合ですね、1000円につきね6マイルがもらえるっていった形になっております。ですので ANA JCB クレジットカードの一般カードでチャージしてね支払いした場合は還元率はですね 0.6 マイルっていった形になります。でですね、ANA JCB ゴールドカードでチャージして支払いした場合はですね、1000円につき11マイルっていった形になりますんで、還元率は 1.1% っていう風になります。プラチナカードの場合はですね、チャージして支払いした場合ですね、1000円につきね16マイルがもらえるっていった形になりますんで、還元率は 1.6% っていった感じになっております。こんな感じのね還元率っていった形になっておりますんで、 ANA の JCB の一般カードを利用されている方であればですね、10マイルコースをね利用されている方はクレジットカード決済の方はですね 1% ということで、クレジットカード払いでね普通に支払った方がですね、このチャージして ANA Pay で支払うっていう方法より還元率がね良くなってしまうといった形になりますので、 ANA JCB 一般カードをですね利用されている方に関してはですね、この ANA Pay のメリットっていうのはですねちょっと感じられないかなっていうふうに思います。次にですね、 ANA JCB ゴールドカードの場合ですね、こちらをメインでね利用されている方は ANA JCB ワイドゴールドカードのね還元率は最大ね 1.075% というふうになりますので、 ANA Pay のね還元率が 1.1% ということで、 ANA Pay の方がですね還元率が高いっていった形になっておりますんで、 ANA JCB ワイドゴールドカードをね保有されている方に関してはですね、 ANA Pay がですね利用できるところに関してはですね、 ANA Pay を利用した方が還元率はね良くなるっていった形になっております。それは次に ANA JCB プレミアムカードの場合ですね、こちらに関してはですね、 ANA JCB プレミアムカードのね最大還元率は 1.375% っていうふうになりますんで、 ANA Pay のですね還元率は 1.6% っていった形になりますんで、 ANA JCB カードのプレミアムカードね保有されている方に関してもですね、 ANA Pay が利用できるところに関してはですね、 ANA Pay ね利用した方がマイルがもらえるっていった形になっております。でですね、今話させていただいたのはですね、通常のね還元率で算出させていただいているっていった形になりますんで、この点はねご了承いただければなっていうふうに思います。というのも先ほどねキャンペーンの解説ねさせていただきましたけども、2021年の2月の28日まではダブルマイルキャンペーンがね行われているっていった形になりますんで、こちらを適用するとですね、一般カードの場合はですね 1.1% っていうふうになりますし、ゴールドカードであればですね 1.6% っていった形になりますし、プレミアムカードに関してはですね 2.1% っていった形になりますんで、期間限定にはなるわけなんですけども、還元率は高いっていった形になっております。それは次にですね、 ANA Pay がね利用できるところに関してなんですけども、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店といった感じでかなりね利用できるところは一見ね多そうに見えるんですけども、コンビニに関してはねこんな感じになっておりまして、ちょっと読み方がねわかんないですけど、生活菜貨でいいんですかね、あとポプラ、ローソンっていった形になっておりまして、ドラッグストアねこんな感じになっておりまして、愛生薬局グループ、アルカ、オーガ薬局、カウチ薬品等々っていった感じで、こちらでね利用できるっていった形になるわけなんですけども、まあ私個人的にはですね、サンドラッグであったり松本清志であったりですね、まあそこら辺がね入ってないのがねちょっとびっくりしたわけなんですけども、まあそこら辺ではですね利用することが
今現時点はねできないっていった形になってるんですよね。またねスーパーホームセンターに関してはこんな感じになっておりまして、こちらもね東急ストアだったり、島中ホームズでね利用できるっていった形になっておりまして、でですね家電量販店書店ということで、まあ、こんな感じに、ね、なっているわけなんですけども、まだね、家電量販店に関しては山田電機のみっていった形になっておりまして、一見ね JCB が提供しているスマートコードということで結構利用できるところね多いのかなというふうに思ってたわけなんですけども、まあ、こんな感じでねまだまだですね利用できるところは、まあ、他のペイサービスに比べるとですね少ないかなっていうふうに思っております。またですね一部対象外のね店舗もあるわけなんですけども、空港のね ANA フェスタってありますよね、あちらでも利用することができるっていった形になっております。またですね ANA クレジットカードでね利用するとプラスマイルがもらえる ANA カードマイルプラス加盟店ってありますよね。 ANA ペイにもマイルプラス加盟店っていうのがあるわけなんですけども、この2つに関してはですねクレジットカードと ANA ペイと違うんですよね。ですのでこの点はですね特に注意してね利用していただけたらなというふうに思います。 ANA のクレジットカードでプラスマイル店になってたとしてもですね ANA ペイではプラスマイル加盟店に、ね、なってないっていった形になりますんで、積極的にね利用されている方であればですねそのお店が対象かどうかですねチェックしてからですね利用していただければなというふうに思います。これね間違えるとね結構残念な気持ちに、ね、なるかなというふうに思いますので注意が必要っていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA がね新しいサービスということで ANA Pay ですね開始しましたけども、まだまだね他の Pay サービスに比べるとですね利用できるところは少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、このダブルマイルキャンペーン中はですね還元率がねまあまあ上がるっていった形になりますんで利用してもねいいかなっていうふうに思っております。ですけどもやはりねセゾンデジタルカードね動画解説ちょっと前に出させていただきましたけども、セゾンデジタルカードのクイックペイ払いに関しては ANA マイル最大還元率 2.1% ということで、まあ正直ですね ANA ペイが使えるところでクイックペイが使えないっていうのはね正直考えづらいっていう点がありますので、そこまでですね活躍する場はね個人的にはないかなというふうに思っております。なんですけどもこちらね冒頭にね話させていただきました ANA のね上級会員プログラムに関してなんですけども、皆さんねこちらの報道ねご覧になった方ね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、私もね私のチャンネルのねコミュニティ欄というところで発信させていただいたんですけども、2020年12月現在ですね ANA の上級会員プログラムっていうのは ANA の飛行機に乗ってプレミアムポイントを貯めることによってブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドっていった形にステータスがね分けられておりまして、まあプラチナになればですね SFC スーパーフライヤーズカードがね入会できるっていった形になっているわけなんですけども、こちらはねあくまで ANA が発表したことではなくて報道機関がね発表した内容っていう風になっておりますので、どこまでね信憑性があるかっていうのはわからないわけなんですけども、今後ですね ANA の上級会員プログラムに関しては ANA クレジットカードありますよね、それと ANA ペイ、こちらの決済額とプレミアムポイント、こちらはね併用されて上級会員プログラムのね仕組みが組まれるっていった形になっておりますんで、今現在はですねプレミアムポイントを貯めて何ポイントでステータスっていった形になるわけなんですけども、今後はですねクレジットカード ANA ペイの決済額プラスプレミアムポイントの獲得数でステータスがね分けられるっていった形になるわけなんですよね。もちろんね今まで通りプレミアムポイントのみでも上級会員に、ね、なることはできるわけなんですけども、少しねハードルが下がるっていった形になるんですよね。決済分に対してプレミアムポイントみたいなねものを付与するのか、まあどういう仕組みになるかはねわからないわけなんですけども、プレミアムポイントの獲得数が少し下がってですねクレジットカードの決済額で達成みたいなねそんな感じにねなるのではないのかなっていうふうに思っております。ですので今現在ですねブロンズで3万プレミアムポイント、プラチナであれば5万プレミアムポイント、ダイヤモンドであれば10万プレミアムポイントがね必要っていった形になるわけなんですけども、今後はですね
まあ、100万円決済したらブロンズは2万プレミアムポイントで OK みたいなね、こんな感じで変更になるかもしれないんですよね。まあ、この比重がですねどんな感じになるかはですね全然わからないわけなんですけども、個人的にはですねこの制度がね切り替わるわけなんですけども、このクレジットカードの決済額っていうのはかなり多いのではないのかなっていうふうに思っております。というのもですね、ブロンズステータス体験サービスって皆さん知っておりますかね。ブロンズステータスのね体験ができるねサービスがあるわけなんですけども、こちらね決済額のハードルが300万円なんですよね。かなり高いですよね。ですのでもしねこの上級会員プログラムがクレジットカード決済 ANA Pay のね決済額が合算されたとしてもかなり高いのではないのかなというふうに思っております。まあ、ブロンズの体験サービスで300万円っていうことですので、まあ、もしこれがねプラチナとかになったらですね本当に500万とか800万とかね、まあ、個人的にはね全然あるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、あのプラチナにねこの決済額、まあ、どのぐらいの比重でねなれるかっていうのはわからないわけなんですけども、まあ、もしね決済額だけでプラチナステータスなれるとかになったらですね、本当に決済額だけで SFC にね入会できるっていった形になっちゃいますんで、まあねかなりねハードルは高くなるかなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA のね上級会員プログラムは今後ね大きくね変動するっていった形になりますんで、またねANA から正式発表がありましたらですね動画解説ねさせていただきますけども、今現在ですねこんな感じのね内容が報道に出ているっていった形になってるんですよね。かなりね今後も注目していきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。